あまりにも人気すぎて値段が爆上がりしてしまった商品があります。そいつがこちらですね。はいはい、皆さんこんにちは、スーパーネコマンチです。ちょっとねカップヌードルのカップ今洗ってます。で今日はねちょっとね違う動画をやっていこうと思うんだけど、ガーディアンの物欲というか、スーパーネコパンチの物欲という動画をやっていきたいと思います。イエーイ。で何をやっていくかというと、とにかく俺が最近買ったこのね、めちゃくちゃたくさん個人輸入で買ったおもちゃ、そしてまあいろんなまあ最近買ったものを紹介していく、ただそれだけのまあしょうもない動画なので、暇な人見てってください。まあデスティン関連のねおもちゃがメインになっちゃうんだけど、それだとちょっと面白くないということで、ちょっとね先日買ったねこの、謎のね物体をちょっと紹介していきたいと思います。これねミニ扇風機って書いてて、なんか肉球って書いてるからなんかすごい気になったんだけど、どうやったらこれが扇風機になるのかすごい気になって買いました。ただそれだけの理由です。それで開封していきたいと思います。ダイソーさんの商品ですね。よはい、出てきた。はい、こうなってますね。なんか電池入ってんのかな、謎なんだけど、これもしかしてパカ、これだけか、なんだこれ、キャップが肉球なだけっすか、なんだ。あ、電池別売りでした。はい、ちょっと電池入れます。はい、単4電池2個入れました。それではつけていきたいと思います。ウィーン、すーげー、うお、すげー風、結構すごいよ。でもこれ羽がさ、プラスチックだから痛くない、ふにゃふにゃしてんだよね。すごい風なんだけど、ぼー、面白い商品ですね。いやー、なんか謎が解けたね。よかったよかった。はい、以上です。はい、肉球扇風機、もし興味がある方はダイソーさんに言ってますんで、買ってみてください。部屋の中にいるしエアコンだからあんまりいらないんだけどね、気になって買ったっていうだけです。はい、であとはね、ゴーストリコンのねこのワイルドランズスペシャルエディション、これ中古で、ゲオさんで買ってきました。これもね、近日配信しようかなと思ってます。ゴーストリコンさんの新作のブレイクポイントが、に登場するこの主人公がこのワイルドランズの主人公でもあるっていうことでちょっと気になって、であと敵のね大将もここでね、この最近追加された特別ミッションのまあ仲間として登場するということで、すごい気になったので、買ってみました。あとねディビジョン2とかや最近やってんだけど、あとデスティニー2とかの FPS コードとかね、そういったゲームと比べてどういう操作性でどういう感じのゲームなのかなっていうのがすごい気になったので、ちょっと買ってみました。近日配信予定です。はい、それでは本題行ってみたいと思います。まずはこちらですね。とりあえず敵さんの方から開けていこうかな。で味方のねキャラを開けていきたいと思います。本当にこれね、これだけたくさん買ったんだけど、まあぶっちゃけデスニーやってない人はわけわからないと思うんで、まあとりあえずまあおもちゃ買ったっていうぐらいで、見ててください。それではまずはこっちから開けていきたいと思います。まずは、ガールさんですね。いやー、結構重みある。開けていこう。はい、ガールさん来ました。うわ、すごいすごいすごい、なんかすごい新品の匂いする。いいね、パコッとな。あれ、剥がれない。あ、針金止めてんだ。お、針金じゃないの、なんだ、ワイヤーみたいなの止まってるね。外れた。はい、ガールさんを解放していきましょう。お、はいはい、取れました。ガールさん、ちょっとこれつけてみよう。別々の羽がついてますね。はい、これは、どうやってつけるんだ、これ後ろでつけるのかな、こうなって、あ、はめ込む感じですね、カチッと。はい、ガールさん自立するのかな、きちんと。お、自立しますね。これせっかくね、結構細かく作られてるフィギュアなんで、ズームして見せたいと思います。はい、こんな感じですね。あー、結構細かく作り込まれてるね。はい、ちなみにこいつはねデスニー2の無印の、ラスボスですね。はい、次、ノクリスさん。はい、ノクリスさんです。はい、ノクリスさん登場。はい、ノクリスさん参上。うわー、キモいですね。こんな気持ち悪い顔してたんだこいつ。うわー、あ、ヒラヒラしてる。これ結構ねハイブ感出てますよ。これ結構お金かけて作ったんじゃないかな。ちょっと壊れそうで怖いけど、うん、このヒラヒラしてる感じがすごいいいですね。これ普通に作ったら高いだろうな。これもパーツ別々で作ってますね。これほら見て、ほら、ほら見てこれ。複
が外れる。何これ、着せ替えのクリスとかできるの、やばくないですか。いや気持ち悪いですね。これは、黒田さんの お兄ちゃんかな、弟かな、兄弟ですね。はい、うわ、はい、帽子かぶせてあげましょう。いやすごいね。いやえぐい作りしてるな。うわ、5ってこんな感じなんだ。はい、それでは次見ていきたいと思います。ちょっとやっぱり GoPro やってから細部見ていきましょうか。次に見ていくのがこちらですね。アナステーシア・ブレイ、アナブレイさんです。そしてなぜか氷の配布も一緒になってます。氷のスロールさんですね。はい、それでは開けていきましょう。はい、よっ、おー、いいですね。なんかね、こっちは比較的新しい、ね、モデルになってんで、はいはい、こんな感じですね。いやー、いい作りしてますね。はい、まずはね、スロールさんですね。スロールすごいえぐいな、これ。見て。なんかね、この、普通に青と白で、作ってるんですけども、この、ちょっと黄ばんでるのわかる？こことか。きちんとなんか、黄ばませてるところがまた面白いですね。こことか黒くなってる。わざとね、スプレーしてるね。いや、細かいですね。これってどうなんですかね？僕、フィギュアあんまり詳しくないんですけど、こういうフィギュアって、これ2000円ぐらいかな ?1000 円ぐらいかな、すごい安いんですけど、これくらいのクオリティってそんな簡単に出せるんですかね。それともこいつはすごいコスパいいのか、ちょっとね、ぜひ教えていただきたいですね。いやー、結構ね、スロールっぽさ出てますよ。プレートに刺すとこんな感じですね。はい。なかなかです。なかなかの出来だと思います。はい。はい、次、アナブレイですね。アナブレイさん、ちょっと顔似てないような気もしなくはない。でも、これですね。ポラリスランスを装備しますね。はい。ポラリスランスの作りは結構適当です。ここら辺は適当なんだ。でも、まあ、アナブレイですね。はい。死の口紅のところはね、ツルツルしてますね。面白いな。はい、次、どんどん行きましょう。次はですね、イコラとザバラですね。これ一緒に紹介していきましょう。これでね、ケイドと3人で、旧ヴァンガードが揃いますね。はい。よっ。はい。はい、イコラさん。これはもうプレートついた状態で来てんだ。うん。この方ね、我らの、超クソ真面目な、よいしょ。総司令官ですね。はい。総司令官ちょっと。頭がハマってません。総司令官の頭がめっちゃ綺麗に、プラスチックにハマって取れません。こっちかどうか。ああ総司令官、おー、取れた。はい、それでは見ていきましょう。まずはイコラさんから。うわぁ、恐ろしいですね。ちょっと似てなくないか？なんか、頭、でかくない？なんかまあ、イコラさんですけど、なんかもうちょっと頭ちっちゃいような気がするんですよね。まあでもまあ、雰囲気出てますね。怒らせたら、ノバボム打ってきます。はい。はい。で、次に、ザバラさん。ザバラさん、いいですね。もうちょっとここは、バフ掛けしたいですね。ちょっと、まあいいや。いや、いいですね。なんかね、すごいのが、ここわかるかな、ちょっと。この、浮き出てるね、なんか、なんていうの、この紋章みたいなやつが入ってるんですけど、これザバラさん入ってたっけ？いや、ここまで再現するのはね、すごいね、これ。ちょっとね、ちょっとだけそこだけテカリが入ってるんですよ。面白い。で、まあ、いいですね、ごつい、この、アーマー着てて。もう、ザバラさんそのものです。はい。これもタイタンっぽさが出てますね、これ。いいね。いや、細部まできちんと綺麗に作り込まれてますよ、これも。ちなみにね、ザバラとイコラと、このガウルは、3点セットでめちゃくちゃ安く売ってました。どうやらあまり人気がないみたいです。はい、まあでもね、それは置いといて僕は全部揃えたかったんで、これでね、こうして、3人のヴァンガードが僕のデスクで揃ったわけですよ。いつこういう風にまた3人揃うことができるのか、もうあの頃には戻れないのでしょうか。はい、ちょっと切ないですけれども、揃えてみました。最後にですね、一番この中で、高額だった。もともとこいつらとね、あんまり変わらない値段だったんだけど、あまりにも人気すぎて、値段が爆上がりしてしまった商品があります。そいつがこちらですね。はい。サラディン卿です。しかももう届いた時点でボロボロでございます。はい。なんかこういう風にね、スライドドア仕様になってますね。こうやって。
再来年鏡にこうやってあります、スライド仕様で。はい、こいつです。ちょっと開けていきたいと思います。なぜかなんか獣の、ね、なんか猫の毛がついてるような気もしますけども、気にしちゃいけません。そして、なんか、英語じゃないものが書いてますね。これどこの商品なんでしょうか。はい、とりあえず開けていきたいと思います。よっ、はい、来ましたね。はい、狼ちゃん1匹目、はい、狼ちゃん2匹目、そして、はい、サラディン鏡。はい、普通にサラディン鏡だけめちゃくちゃかっこいいんだけど、何この出来の違い、他のやつとの。で、この狼ちゃんですね。狼ちゃんも2匹ね、ちょっと色が違うんですよ。はい、それでは見ていきましょう。まずはサラディン鏡だね。いや出来が良すぎでしょ。ちょっと待って、これはい、これザバラ、うわこれザバラ、はい、ザバラ、これサラディン鏡。何このなんか、わかんない。出来が違いすぎない。お金のかけ方が違うんだけど、サラディン鏡だけなんかめちゃくちゃかっこいいんだけど、見てこれ。やばいね。まあ、色かもしんないけど、でもこのマントのさ、この、吹かれ具合とかめちゃくちゃかっこいいんだけど。やばいですね、これ。いやー、これ本当にかっこいい。はい。で、狼ちゃんですね。狼ちゃん1匹目。狼ちゃん2匹目。他こっちの色の方が好きかな。はい。はい、並べるとこんな感じですね。いやー、普通に、サラディン鏡だけめちゃくちゃかっこいい。いいですねー。はい。はい、ということでね、全部並べたらこんな感じ。入りきらねえっていう。入りきらねえよ。はい。右から見ていきましょう。ガウル。そしてこの、スロールちゃんですね。スロールちゃんからの、ノクリさん。ノクリさんからの限定版のケイド、切り札持ってます。そしてザバラ司令官、そしてイコラ姉さん、そしてアナブレお姉ちゃん、そして、オオカミ1、オオカミ2からのサラディン鏡っていう感じです。はい、以上でございます。はい、ということで今回はガーディアンの物欲という動画でした。今後ですね、こういったね、ゴーストリコンとかもね、ちょっと配信しようかなと思ってます。ちょっとね、触ってみてどういう感じなのか皆さんにもお伝えしたいです。で、そうですね、ゲーム周辺機器、ゲーム動画など、どんどんやっていきますので、もし興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。もしチャンネル登録していただいた方は、なんと、デスニー2のシーズン7が6月7日に始まります。みんな、その日です。はい、それではご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。